令和4年第4回市議会定例会が12月6日から20日までを会期として開催されます今日は今回提出される主な議案や最近の市政の動きなどについて松下市長にお話を伺ってまいります市長どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますそれでは早速お伺いしていきたいと思います 今回の定例会にはどのような議案が提出されたんでしょうかはい、令和3年5月19日にデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されました個人情報の保護に関する法律が改正されたことにより地方公共団体での個人情報の取り扱いについては法律や条例などが改正保護法に一本化され 令和5年4月1日から改正保護法の規律に従い個人情報保護を行っていくことになりますその対応として本市は現行の武蔵野市個人情報保護条例を廃止し法の施行に関して必要な事項や条例で定めることが許容される市独自の事項等を規定する武蔵野市個人情報の保護に関する条例や 武蔵野市死者情報の開示に関する条例の新規制定などを行いますこれまでの本市の個人情報保護に対する基本的理念を交代させることのないよう引き続き努めてまいりますはい、わかりました続いて新型コロナウイルス感染症や物価高騰の対応についてお伺いいたします 市が取り組む新たな支援策について教えてくださいはい、コロナ禍や物価高騰への対応として市はこれまで介護サービス事業者や保育施設、学校給食、市内の農業者など市民生活を支える市内の事業者に対して独自の支援を行ってきました今回新たに公共交通事業者に対し運行継続支援金を交付します 対象は市内に本店や支店、営業所を置く乗り合いバス事業者と法人タクシー事業者、市内に住所がある個人タクシー事業者です国の交付金を活用し車両の数などに応じて支援しますコロナ禍において物価高騰により厳しい経営が続く中市民の移動手段の確保に努めていただいている乗り合いバス タクシー事業者の方々の経営を支援し、市民の皆様が安心してサービスを受けられるよう取り組んでまいります。はい、え、続いて、妊娠中の方や子育て家庭への支援に関連した。新しい取り組みについて教えてください。はい、安心して出産、子育てができるよう。令和五年一月から、新たに出産、子育て応援交付金支給事業を始めます。 対象はすべての妊産婦の方でゆりかご・むさしの面接やこんにちは赤ちゃん訪問後にそれぞれ5万円合わせて10万円を支給します今年4月以降に出産した方には遡って10万円を支給しますこうした経済的支援と合わせて継続的な伴走型相談支援を実施します伴走型相談支援では 妊産婦の面接や訪問のほか、必要に応じて産前産後サービスや地域子育て支援拠点の案内、保育所入所の手続きの紹介など、妊娠から出産・子育てまで一貫した相談支援を行います。経済的な支援と伴走型の相談支援を一体的に実施することで、必要な方に、 必要な支援が確実に届くよう実効性を高めていきたいと考えていますはいでは続きまして市政の最近のトピックスについて伺ってまいりますまず吉祥寺本庁にあります旧赤星鉄馬亭に関する話題についてご紹介お願いしますはい旧赤星亭がこの度10月31日付で国の 登録有形文化財に登録されましたチェコ出身の建築家アントニン・レーモンドが設計し1934年に完成した実業家赤星鉄馬の邸宅です建物は地下1階、地上2階で鉄筋コンクリート像の可能性が追求された建造物として評価されました市は旧赤星邸の利活用に向け現在、 有識者会議を設置し検討を行っていますそして令和5年1月からは市民ワークショップを実施し意見交換やグループワークなども行う予定です現在その参加者を募集しています市民の皆様のご意見をいただきながら旧赤星鉄馬亭の建物保存と緑豊かな庭との一体的な利活用を進めるとともに この環境を将来につないでいきたいと考えています、はい。文化的・歴史的価値のある建物を有効に活用していきたいですね、はいえ。では続いて、市民意識調査の結果速報がまとめられたということなんですが、こちらはどんな内容になっているんでしょうか。はい、今回の市民意識調査は、 18歳以上の市民の皆様から無作為抽出をした4,000人を対象に7月27日から8月26日まで実施し1,468人の方から回答をいただきました結果速報の一部をご紹介しますと今後も武蔵野市に住み続けたいと回答した方は79.1%に上りましたその理由として 交通の便が良いが最も多く、次いで買い物が便利、公園などが整備され、緑が比較的多いといった意見が続きました。また、新型コロナウイルス感染症に関連する項目では、重要と思う施策として、およそ8割の方が保険医療と回答しました。市が行ったコロナ関連の施策のうち、満足度が高かったのは、暮らし地域応援券、ついで、 ワクチン接種体制の整備、情報提供となっていますこのほか、今回の調査では第6期長期計画にて施策の在り方について新たな展開を検討していくとしている平和多文化共生に関する項目を追加しましたはい、わかりましたそれでは最後に武蔵野公会堂で実施される社会実験について教えてくださいはい 武蔵野公会道はホールで音楽発表会や講演会などの催しが行われ市民文化の交流発信拠点としての役割を担っています。今回の社会実験では公会堂で物販や飲食ができるようにして普段とは異なる利用をした際のにぎわいや周辺に及ぼす影響などについて検証を行います。12月17日には 新しいメディアとして注目される小冊子ジンの販売イベントやチェコアニメの上映会などを実施しますまた18日にはペレットストーブの体験やプログラミングクリスマスリース作りなど幅広い世代の方にご参加いただけるようなイベントを企画しています気軽に立ち寄っていただけるようなイベントを通して 周辺に与える影響や芸術文化の創造発信の場として吉祥寺駅南口パークエリアの可能性を探りたいと考えていますはいありました視聴本日はどうもありがとうございましたありがとうございました本会議の様子はインターネットでも中継されます令和4年第4回市議会定例会の会期は 12月6日から20日までですどうぞご注目ください